はい、ロミさん、こんにちはです。今回はですね、ポケモン SV の最新情報をお届けしていきたいと思います。ってことで本日は11月7日の木曜日を迎えましたので、いよいよ明日の金曜日から2つの限定イベントが開幕することが決まっておりますということでね、今回はそれらの最新イベント情報を皆さんに紹介していきたいと思います。そしてさらにですね、つい先日任天堂から次世代機種に関して最新情報が公開されましたので、そちらについても動画の後半で紹介していきたいと思います。ですので最新情報を見逃したくないという方はぜひ今回の動画も最後までご覧くださいというわけで、早速まずは明日から開催される一つ目のイベント詳細から一緒に見ていきましょうか。はい、まず一つ目ですね、こちらになります。最強オーダイルレイドイベントですね、譲渡御三家最後の一体のレイドイベントが明日から復刻するということが決まっております。前回はですね、11月1日から11月4日までの間に開催されていたんですが、今週もですね、明日の金曜日8日の朝9時から11日月曜日の朝8時59分までの3日間限定でね、もう一度開催されるということになっております。でも今週は2回目の開催期間ということで、これを逃してしまうとね、二度と最強オーダイルには出会えなくなるという可能性が非常に高いですので、もしね先週見逃してしまったという方は、今週はですね必ず参加して1体はね必ずゲットしていただきたいと思います。ただこちら終了が11日ということで、もしね前回のゲンガーレイド周回のためにまだギリギリまで残しておきたいという方は、終了前日の10日にですねイベント更新をして最強オーダイルを捕まえに行くというのが、まあ、一番いいんじゃないかと思います。ではここでですね、今回の最強オーダイルのステータス情報をねいつも通りおさらいしておきますと、まずはテラスタイプ、アクテラスタイプなので弱点が格闘、虫、フェアリーの3つのタイプとなっております。で特性がですね、夢特性の力づくとなっておりますが、この特性はですね、技の追加効果がなくなる代わりに威力が 1.3 倍に上がるという特性になっておりまして、技構成が噛み砕く、アクアブレイク、サイコファング、冷凍パンチですね、この4つの技がメイン技として採用されているわけですけども、それ以外にもですねサブ技として序盤で剣の舞を使ってきて、中盤で地震で、終盤の方で竜の舞を積んでくるということも明らかになっております。まあただ今回ね、相手物理特化なので物理技しか使ってこないというだけでなく、夢特性の力づくのおかげでね、逆に追加効果がなしになるので、隠密マントがいらないというところはね、結構攻略しやすいんじゃないかなと思います。で今回このチャンネルで紹介しているソロ安定攻略法としては、アーマーガーとブリジュラスですね、この2体のポケモンでの立ち回り解説をしてきてるわけですけども、まあ、先ほど言った通りね、今回の最強オーダイルレイドはめちゃくちゃ攻略がしやすいと。でそのおかげで攻略できるポケモンがねめちゃくちゃ多いです。例えばメトロノーム持ちのドレインパンチ、連打の鉄のカイナであったりとか、あとはボディプレイ型の天然持ちのヘイラッシャーですね、あとはコライドンとかハラバリーでもね余裕で攻略できましたよというコメントもいただいておりますので、結構ねいろんなポケモンで攻略ができるんじゃないかと思います。まあ、一応今回このチャンネルで紹介している攻略動画のリンクはですね、概要欄に2つとも貼っておりますので、ぜひねまだ見てない方はそちらチェックしていただきたいと思いますが、もし今言ったコライドンとか鉄のカイナーをねすでに育成していた個体があるよという方は、もうそちらでね、周回していただくというのも全然ありですね。でもちろん今回の最強の証持ちもね、1つのセーブデータにつき1体しか捕まえられないという制限がいつも通りありますので、もしねできるのであれば捕まえるときは何かおしゃぼでゲットするということをしておきましょう。さあそしてさらにですね、これともう一つ明日同時に開催されるイベントがございますので、そちらの2つ目のイベントの詳細もね今から一緒に見ていきましょうか。はい、それがですねこちらになります。ハピナスレイドイベントですね、やはり最強レイドの2回目の開催期間ということで、今回もいつも通りハピナスレイドが復刻するということが決定しております。こちらもですね、明日11月8日の朝9時から11日の朝8時59分までの3日間限定の1回限りの開催となっております。でご存知のように、ここでは様々なテラスタイプのテラピースを集めやすいというだけでなく、報酬で経験飴Lがドロップしやすいという仕様になっておりますので、まあ、ついでにね育成アイテムを集めたいという方はこちらも周回してみましょう。まあ、ただですね、前回のゲンガーレイドをまだ残しているという方はそっちの方が圧倒的に
倒的にねドロップする報酬が美味しいので、そういった方はハピナスレイド目的でイベント更新するということは絶対にねおすすめはしません。ただねもうすでにイベント更新しちゃって最強オータイルレイドに挑んでいるよという方はもうねハピナスレイドしか残っていないと思いますので、そういった方はねこちらのハピナスレイドをたっぷりと周回して育成アイテムをね集めていただきたいと思います。でもハピナスレイド用のソロワンパンポケモンはいつも通りこの2体になっております。翡翠のガチグマかもしくはリングマですね。こちらもね育成方法をいつも通りおさらいしておきますと、こちらまず翡翠のガチグマはテラスタイプは自由で、持ち物は火炎玉にしておいて、技構成はブチカマシインファイトから元気腹太鼓ですね。1ターン目に腹太鼓を積んで、もう残りはタイプ相性で攻撃技を使い分けるだけで2ターン目でワンパンすることができます。で努力値はこちらも攻撃にさえ振ればいいので、タウリンを26個とイジッパリミントさえ上げればあとは自由になっております。で特性はですね必ず根性にしておきましょう。ただまあこの翡翠のガチグマはね現在過去作でしかゲットできませんので、もし、ね、持ってない方はこちらリングマを育成していただきたいと思います。こちらの育成方法はまずテラスタイプは自由で、持ち物は火炎玉にしておきます。で技構成はから元気腹太鼓インファイト神砕くですね。こちらも1ターン目に腹太鼓を押して、で2ターン目に相手のタイプ相性によって攻撃技を使い分けるだけとなります。まあ、ただし相手がゴーストテラスの場合、この神砕くでねワンパンするんですが、その時は2ターン目にイケイケドンドンして3ターン目に神砕くというね工程でワンパンしないといけないというところは注意していただきたいと思います。で努力値はですねこのリングマに関してはちょっと特殊になっておりまして、こちら左に書いてある通りのお薬をあげておいてください。で特性はねリングマに関しても必ず根性にしておきましょう。さあというわけで以上ですね、明日から開催される2つのイベント情報を紹介してきましたけども、最後にですね任天堂から公開された激アツの情報を紹介しておきたいと思います。はい、皆さんこちらをご覧ください。なんとですね任天堂株式会社の X の公式アカウントでねこのような投稿が昨日11月6日にされたんですが、ちょっと読んでみましょうか。古川です。本日の経営方針説明会で任天堂スイッチの後継機種では任天堂スイッチ向けソフトも遊べることを公表しましたと。いやこれはやばいですよね。まあ、この後継機種というのは俗に言うスイッチ2のことですね。まあおそらく違う名前でリリースされるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、このスイッチ2とスイッチには互換性があるということがついに明らかにされたと。なので今遊んでるこのスカーレット・バイオレットとか、もうすぐ発売されるレジェンズ ZA とかですね、まあ、あれもスイッチ専用のソフトですけども、まあ、そういったスイッチ専用のソフトすべてが次の次世代機ですね、スイッチ2の方でも遊べるということになります。まあ、ですので前の例でいくと任天堂 DS と 3DS ですね、まあ、あれと全く同じ感じになると思います。 DS ソフトで遊べていたソフトが、まあ、3DS でも全て遊べるよといったような感じですね。あれが互換性なんですけども、スイッチとスイッチ2の間でもそれが起こるということになります。まあ、ただし後継機種の詳しい情報は後日改めてご案内しますと書かれてますので、まあ、今のところスイッチ2の詳しい情報といえば、まあ、スイッチと互換性があることぐらいしか公表されなかったということになりますね。ちょっともうそろそろ2024年が終わるという頃になってようやくねこういった情報が出るということは、まあ、まだまだ詳細の情報については先の発表になるんじゃないかなというふうに感じますね。なのでまあ早くても来年2025年以降になりそうかなという気はしますけども、まあ、とりあえず互換性がね認められたというだけでも進展はありましたよね。まあ、なのでもしね今スイッチ持ってなくってちょっと買おうかなと迷ってってる方はどちらかといえば来年待ってスイッチ2を買った方が、まあ、スイッチのソフトも遊べるしスイッチ2のソフトも遊べるということにもなりますので、まあ、ちょっと直近でねスイッチ買おうかなと思ってた方は今はね見送った方がいいかもしれないですね。まあ、ですけどもスイッチ2が来年中に発売されるかどうかっていうのも、まあ、今のところはねちょっと定かではないというのとでここはね難しいところだと思います。ただまあスイッチ2の詳細が公開
公開される前か、まあ、少なくともそれと同時期ぐらいにはね、レジェンズ ZA の続報は絶対に公開されるはずなので、まあ、そこら辺もね、まだ公式から新たな動きや告知がありましたら、まあ、逐一動画でね紹介したいと思います。まあ皆さんもね、スイッチ2がどんなスペックになるのかというところとか、あとはまあ次世代のポケモンソフトですよね、まあ、次は第10世代ですけども、まあ、どんなストーリーになるのかとか、伝説ポケモンがどんな感じになるのかっていうのね、めちゃくちゃ気になると思います。まあそのあたりの第10世代のポケモンソフトに関してもワンチャンね、スイッチ2の詳細がね公開された時に同時に出てくれるかもしれないので、まあ、そういったところもね、公式から告知され次第すぐに皆さんに紹介したいと思いますので、ぜひね最新のポケモン情報やそれに関する注目情報をね知りたいという方は今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで今回は最新のイベント情報と任天堂に関する最新情報をお届けしてきましたけども、これで終わりたいと思います。まだね今後も最新情報であったりとかイベント情報や攻略情報逐一流していきますので、チャンネル登録をねしていただけると嬉しいです。そしてもしこの動画が良ければ高評価もついでにしていただけると非常に嬉しいです。そちらについてもねぜひよろしくお願いします。というわけでね、また次の動画でお会いしましょう。さあそれでは皆さん、バイバイ。